皆様お疲れ様です。パーソナリティのゆりです。皆さんは日本の伝統的な宗教である神道をご存知ですか？おそらく名前は知っていても、それについて深く考えたことのない人が大半かと思います。神道とは、山や川などの自然や自然現象に神が宿ると考えて敬う日本古来の民族信仰。開祖や経典といったものは存在せず、八百万の神と呼ばれる多数の神々を崇拝するのが特徴です。一方の仏教は、インドの釈迦を開祖とする宗教。キリスト教、イスラム教と並び、世界三大宗教の一つとされています。日本に伝来したのは飛鳥時代。それから長い月日をかけて、仏教は様々な宗派に分かれました。現在では、日本人にとって最も馴染みのある宗教となっています。今回のテーマは、外国人から見た日本の宗教。日本の宗教観は、外国人の目にはどのように映っているのでしょうか。早速見てみましょう。海外サイトが特集した神道。ある海外のウェブサイトに神道の特集記事が掲載されていました。記事では神やおみくじ、神主と巫女、神念などの全10項目について外国人の視点で考察。神道を知りたいと思う外国人の高学心が伝わってくる非常に深い内容となっていました。記事の内容について詳しくご紹介しましょう。1. 神。神道の神は八百万の神。日本人は古来、火や風などの自然エネルギー、山や川などの風景、さらには動物など、自分の周りにあるありとあらゆるものに霊性を感じていました。神道では、人間でさえ高潔な生き方をした徳のあるものであれば、神として崇められます。他の宗教の神との大きな違いは、神道の神は完璧で絶対的な存在ではないということ。優しく寛大かと思うと、暴力的で破壊的な面も持っています。それは大自然が持つ恵みと猛威の二面性によく似ているのです。2. 天照大御神。神道において、八百万の神々の最高位に位置するのが、天照大御神。父である、イザナギの御事が、母である、イザナミの御事にいる、黄泉の国から戻り、体を清めて、左目を洗った時に生まれたと言われています。イザナギの御事は、天照大御神のまばゆく光るいでたちを見て、彼女に天上の世界、高間ヶ原を治めさせました。天照大御神は、兄弟たちと共に古代日本を創造。さらに、ニニギの御事を通して、天皇家に、八田の鏡、草薙の剣、八坂にの勾玉を送り、これらは皇室の証である三種の神器になりました。3. 稲荷。稲荷とは、五穀を司る食物の神。日本全国にある約7万5000の神社のうち、3万2000以上に稲荷の名前がついています。その神秘性から、狐の姿として表されることの多い稲荷。稲荷神社の入り口には、2体の狐が鎮座し、神社を守っています。総本社は、京都にある伏見稲荷大社。奥の院へと続く長い参道にあるトンネルのように連なった1万本以上の朱色の鳥居が印象的です。4. 伊勢神宮。天照大御神を祀る三重県の伊勢神宮は、日本の神社の中で最も神聖な場所。125の宮社からなり、正宮である内宮と下宮は
特に重要な社とされています。伊勢神宮の建立は5世紀ですが、古さは感じられません。なぜなら20年ごとに昔ながらの建築方法で新しい社を建て直す式年遷宮という儀式が行われているから。新しい社が完成すると古い社は取り壊され、その場所には白い玉砂利が敷かれます。そして次の式年遷宮が始まる20年後まで、その区画は不可侵なものとされるのです。5、清らかさ。神道の考え方の中心にあるのは心や体の清らかさ。玄関で靴を脱ぐことや死者の臓器の提供を嫌がることなど、日本人の日々の生活の中で清らかさを見ることができます。日本語の罪という言葉が指すのは精神的な罪だけではありません。清らかではない状態、例えば不潔であることや病気や死で体が怪我されていることなども罪として扱われます。これらの理由から清めの儀式は体や精神を洗浄にすることへと発展しました。一番簡単で一般的な清めの儀式は、神社への参拝前に手や顔、口を洗う手水、他には体や地面に塩を振りかけて汚れを払う手罰という儀式もあります。6、神主と巫女。神社の神主の多くは非常に多忙、儀式を取り行い参拝者に対応し神社を守っていかなくてはなりません。そのため巫女という若い女性が神主を補佐しています。巫女は昔から神楽という舞を披露して神に捧げたり、神や霊と交信したりするなど大きな役割を担ってきました。しかし現代の巫女は大半がパートタイマーで、学生のアルバイトや神主の親戚が務めているそうです。7、おみくじ、お守り、絵馬。ほとんどの神社ではおみくじやお守り、絵馬が売られており、参拝者はこれらを買い求めます。おみくじとはランダムに引いて吉凶を占うくじのこと。引いたくじは近くの木に結びつけたり持ち帰ったりするのが習わしです。お守りは常に携帯し、神の加護を受けるためのもの。悪い運から身を守り、幸運や病気平癒を願うために買い求めます。古くなったお守りは神社へ返納、お焚き上げをして処分します。絵馬とは絵が描かれた木の板のこと。何かを祈願するときや願いが叶ったお礼として奉納するものです。8、神道と仏教の混在。中国や朝鮮から日本に仏教が伝来したのは6世紀のこと。当時は仏教を受け入れるかどうか大きな問題になったそう。しかし渡来人たちの大量流入により、仏教の影響は急速に国内に広がりました。ただ日本は完全に仏教に改宗したわけではありません。仏教の教えは神道の教えと混ざり合っていきました。神道の神社の隣には仏教の寺院が建つことも、神がブッダを守っていると言われることもありました。明治時代になると政府は神仏分離令を発布。神道を国の宗教と定め、神仏を分離しようとしました。しかし、それは失敗に終わり、国民は仏教を残すことを選びました。9、新年。神道で最も重要な祝日は新年のお祝い。新年を迎える前に家の大掃除をして1年の汚れを落とします。大晦日になると寺院は除夜の鐘を鳴らしますが、その回数は人間の煩悩、罪の数である108回。最後の108回目の鐘が鳴るとき、ちょうど午前0時を迎え新年になるのです。
新年の三が日、人々は集まって飲み食いをし、新年をことほぎます。それから初詣のために神社やお寺へ。この時期だけで約9800万人もの人々が寺社を訪れます。特に参拝者数の多い日本の明治神宮は約300万人もの人出になるそうです。10、神の系譜。日本の皇室は太陽神である天照大神につながる系統を主張してきました。明治時代、政府は外国の影響を排除するために神道を国教化。天皇は国の支配者としてだけでなく、神道の長としての立場を確立するために神との系統を利用したのです。第二次世界大戦中、世論の支持を得るために神道には国家主義者によるプロパガンダが織り込まれていました。しかし、敗戦後、GHQ が出した神道指令により、国家主義者の政治と神道は分離。天皇は神ではないと定められ、好きな宗教を信仰する自由が国民に与えられました。海外のウェブサイトでの神道に関する記事は以上のような内容となっていました。日本人でも知らないようなことがたくさん書かれていて、とても勉強になりましたね。他国の宗教について外国人がここまで深く調べているのは素晴らしいことだと思います。ちなみに記事でも紹介されていた式年遷宮は神道の精神を反映した重要な儀式。神道には常若という精神があります。それは単に年齢が若いという意味ではなく、常にみずみずしくあるということ。式年遷宮では神様の住まいも身の回りの調度品もすべて新しくなります。それは神様には清々しさの中で若々しい大いなる力を発揮していただこうと考えているから。それが20年ごとに繰り返されることにより、伊勢神宮は朽ちることなく永遠に聖地としてあり続けているのです。そして遷宮を厳格に繰り返すことで、日本人の大切な心や技術は受け継がれ、常若の精神も生き続けていきます。だからこそ伊勢神宮にお参りすると、誰もが清々しい活力をいただくことができるのです。各宗教を表す一行目も、ある海外のネット掲示板で様々な宗教観を比較した一行メモが話題になっていました。それによると、各宗教の宗教観は次のように表されていました。ドイツの神学者であるマルティン・ルターの考えは、聖典を信者の言葉に翻訳しよう。ユダヤ教は先祖代々の言葉を使おう。イスラム教は信者に自分の言語を学ばせよう。キリスト教は信者のほとんどが理解できないような宗教的な学問に特化した古い言語で説法しよう。そして日本は翻訳されていない外国語の文章を使い、一字一句を古代の自国の発音で誰も理解できなくなるまで読んでいこう。日本の宗教観は特殊で群を抜いていると投稿主は驚いていました。日本の宗教の奥深さには多くの外国人が注目。寄せられたコメントの一部をご紹介しましょう。海外の反応。この宗教観の比較メモを見ると、日本だけが宗教をツールとして使いこなしている感じがする。この話についてもっと深く知りたい。ドキュメンタリーとかを作ってくれないだろうか。ほとんどの日本人はこの文化の凄さに気づいていない気がする。日本って一括りにせず、神道、仏教、儒教といったそれぞれの細かな文化的影響を深掘りすると、日本の宗教観は限りなく奥深い世界である。キリスト教の文化が日本で友好的に受け入れられているのは、日本のキリスト教徒の少なさを考えるとすごいことだよね。
このメモはおそらく日本の伝統的な仏教観について述べているんだろうね。中国から日本へ仏教と共に伝来した漢字は、今では中国で使われていない文字も多いそう。それは漢字の多くが中国人がサンスクリット語を文字として表すために割り振られたものだから。別の言い方をすれば、日本語のほとんどは宗教的な言葉で構成されているということ。日本で暮らしていた時に仏教寺院の行事に参加したインド人の俺からすると、日本語のアクセントでサンスクリット語の言葉を唱えていたのはテンションが上がったよ。まとめ。日本の神道や仏教の宗教観は外国人にとって異質で興味深いものであることがよくわかりましたね。日本人は無宗教とよく言われますが、全く信仰心がないわけではありません。人生の節目のイベントや身近な年中行事には神道や仏教に関連したものが数多くあります。日本の文化についてより深く知るために、宗教を教養として学んでみるのも意外に面白いのではないでしょうか。いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。